あ、おはようございます。チース、誰も知らないカリウド。イカレタコスゲです。青いヒーローの頼れる相棒が、なんと、ニンテンドーダイレクトで、モンスターハンターライズの GQ、サンブレイクが発表された2時間後にやってきた。ラッシュ君には申し訳ない。本当に申し訳ない。ラッシュ君の敵は本当にいいんだけど、頭が <laughs>、 サンブレイクでいっぱいですよ。パンパンです。これはラッシュック君には本当に申し訳ない。闘技場ジンオ王ガっていうね、結構面白いクエストなんだけども。ジンオ王ガの、あの、素材とかって魔かつでも使いやすいから、闘技場で戦えるっていうのはね、一つあるんだけども。全く集中できない。いや、でも頑張っていこう。 誰だよ。あかんて。そう、目の前を一個一個やっていかないと。言うてね、来年の夏だからねって言って、モンスターハンターワールドの時も、アイスボーンあっという間だったかな。え、それと、あと、ロードマップもね、気になるよね。ロードマップもね。というわけで、とりあえず、戦闘しながら、ちょっと、ちょっと、考察いろいろ話していこうか。とりあえず、ツイッター等々では、お前、強化答えかな、そういえば。 そしたらちょっと話変わってくるけども、ツイッター等々では、まあ、おそらくドラキュラの擬人化、擬人化じゃあね、ドラキュラをモチーフとしたモンスターだと言われてるんですよ。あのー、PV に出てたモンスター、確かにドラキュラっぽいんだよね。コウモリっぽい止まり方とかしてますから、で、あのレウスの血をすすってたりしますから。で ってことは、モンスターハンターライズは、あの、妖怪がメインなんで、まあ、あ北郎の、えっと、西洋は、なんだっけ、和風妖怪大戦争みたいな感じで、まあ、洋風の妖怪ってのが出てくるんだと思います。どんなモンスターかね、イソネミクニが、だから、なんだっけ、サキュバスとかね、そういう亜種的なものも出てくるかもしれないですけども、あと、なんだっけ、あの、めまい、めまいの妖怪。<laughs> めまい、立ちくらみの妖怪。めまいの妖怪とか、 もう割と、なんかいる海外だから、ここで、スケルトン出てくるんじゃんガシャドクロ出てこなかったから。そういう布石だったんじゃないですかでもわ、まあ、かりませんけどね。今すぐ、なんか、えーえー、割と私、妖怪好きなんだけど、西洋妖怪って言われると結構出てこないもんですね。有名なね。まあ、ドラゴンとかもだからあるからね。やっぱドラゴンは、ミラボレアスで出てくるんじゃないですかねえ。そういうことだよね。まあ、なんでね、楽しみにしてるんですけども、そう。西洋に行くってことはですよ。 で、実際 PV の、あのー、背景も、西洋なんですよ。あの、ドラキュラ城を多分、モチーフにしてると思うんですけども、西洋の城なんですね。で、西洋っていうと、ライズには西洋から、西洋のまつわるものが、えっ、ー、と、います。まつわる方が。ロンディーヌさんだよね。異国。もう、明らかに、佇まいからして、西洋っていうか、その、ドラキュラのいる国、何だっけ、トランシルバニアとかが、 まあ似合いそうな服装をしているわけですよ。まあちょっとね、地理に詳しくないから、実際そうかどうかは別として。だから、ロンディーヌさんを起点とした、ヨモギちゃんの出生であったり、そう、ライズには、実はね、外の国に行ってる人がすげえいっぱいいんのね。イオリの両親。出稼ぎ言ってんだっけ出稼ぎだと生々しいな。外で働いてんだよね。あの、ガルクの、ガルクの面倒見てるイオリくんの両親。それから、 あのお姫様の香りがすると <laughs>、やんごとなき香りがすると言われているヨモギちゃんの国、どこで生まれたのか、どういう経緯で生まれたのか、だから、ロンリーヌさんを起点としたヨモギちゃんの物語の可能性は、まあ、結構でかいよね。そして、他にもカゲロウ、カゲロウさんの。 滅んだ国。なぜ滅んだのかっていうのを言及されていないんですけど、まあ、今回 PV に出てきたモンスターとかが、絡んでいる可能性出てくるよね。私の国を滅ぼした的なね。で、次の目標がロンディーヌさんで、みたいなね、その流れあると思いますよ。で、イオリの両親のつてで、そういったとこ狩りに行く。 っていう結局船でね出るかなって思うんだけどそしたらばよそしたらばよ私が散々言ってきたあのロンディーヌの船の近くにある過去村のイラストこれつながるのではだってあれいろんなところに渡って渡った時のあのー あれ、ロンディーヌが渡った時に、お供が一緒にいた時に描いてたイラストだよね、確かね。なんで、そこ来るんではこれはだから激ツの可能性がありますね。それこそ、えっ、ー、と、4G であったり、ダブルクロスみたいに、他の国に行くフラグっていうのが立ったし、実際もう、任天堂のモンスターハンターって言ったら、まあ、シリーズいくつか続いてるわけですから、その、異国に渡るっていうのが。 もう、逆にここで来ないっていうのも変な話だからね。だら来るんじゃないかな。ここ非常に楽しみにしていいのと、あとね、あのー、なんだっけ、来週、9月30日だっけ、木曜日の、これコメントで教えてもらったんだけど、9月30日の、あのー、なんだっけ、録画生放送。あれは東京ゲームショーの中でやるのかな。 の、と、あの、録画生放送で、おそらくね、新アクションに言及されると思います。もうなんだっけ、コメントの方に、あの、俺一応見逃してたんだけども、あの、新アクションに関しても、忍耐の後に、あの、言及されてたらしいんですよ。なんで、これ気になりますね。コメントにはここ予想していただきたい。ワンチャン水中、言うて、あのね、ネット上では不人気不人気言われてますけども、実はね、あの、 好きな人もたくさんいた要素ですんで、で、あの、ゲームの世界観広げるのであれば、ワンチャンあるかなと、なんでかっていうと、あの、Horizon Zero っていうゲームがあるのね、あの、カプコンのモンスターハンターをすごいリスペクトしてる。それのね、次回作って、水中が追加されてるんですよ。だからこれは全くまあ、あの、それだけじゃなんとも言えないけども、あお疲れ様です。いやー、やっぱワクワクしてると、モンスターハンター強くなるななんの、 何の、なんか、癖もなく終わったわ。待てよ。これ、素材数足りねえんじゃねえか。一回目でやってたけど。いや、でもまあここは勘弁してくださいよ。おめえさ、ロックマンコラボなんだから、ちゃんとロックマンの話しろよ、と、言う人いると思うけど、今回だけは勘弁してくださいよ。無理だよ。<laughs> サンブレイク出た後に、 ラッシュの出来は確かにいいけど、さ無理だよ。みんなそうだと思う <laughs>。いや、でも、きっと、サンブレイクはそれはそれ、ロックマンコラボはそれはそれって考えられる人間は、夏休みの宿題をちゃんと終わらせられる人間だと思う。まあ、各いうタコスケはね、夏休みの宿題とかね、終わった記憶ないからな。うん、なんだったらもうちょっと一日目休むからな、うん。そこからが俺の夏休みの宿題だから。と、 いうわけ、待て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 。何やってんだお前今日は。ちゃんと、ちゃんと見て。これだね。愛犬のネジパーツ。うん。6分20秒。思った以上に、さっくり終わってしまいましたが。見に行こうな。重ね着、重ね着としては見れるはずだから。見に行こう。だから、ロードマップもすごい気に、多分だからね、あのー、 人台で、えっ、ー、と、発表あったけども、本ちゃんは、あの、東京ゲームショーのカプコン、カプコン放送。ちょ、待って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 だと思います。ロードマップと、あのー、新要素の紹介がされるんじゃないかな。それ見よう。えっ、ー、と、な、なんだっけ重ね着ってどこで見んのここか。重ね着のお供ガがるくで、あ、これだ。なりきりだし いいですね。なりきりダッシュ。素材はね、4つですね。4つか。運が良ければ2回ぐらいかな。というわけで、なりきりダッシュ、みんなも手に入れようぜ。こんな話してたから全然説得力がないな。ちゃんと割り切れ。割り切ってやれ。それでは、みんなも、なりきりダッシュ、ゲットしようぜ。いやー、来週まで楽しみが、すごいあるな。お疲れ。